巨大クラーケン討伐、大量発生ポイズンビートル駆除。確かに依頼達成の報告を受けました。さすがは七つの大罪。休暇中にもかかわらず民の平穏のために難題をそつなくこなす度量と腕前、まさに騎士の鏡です。ついでに息子にもお土産もらっちゃったみたいだし、ああ少ないけどこれ陛下と私からの特別給金ね。毎度団長殿、この大罪は見逃せんぞ。さすが人を束ねる者は人の扱いがうまいな。まあまあ、結果的にはみんなで楽しくバカンスできたんだし、いいじゃないの。ではバカンスの打ち上げに一番高い酒を全員で飲み明かそうか。もちろん団長殿のおごりでな。すげえなギル、この土産どうしたんだ。メリオダスさんにもらったポイズンビートルの標本。それでお金は何に使うつもりだったのだ。エリザベスにプレゼントでもしようと思ってな。ま、何を買うとか具体的に決まってたわけじゃねえし、エリザベスも物を欲しがるやつじゃねえんだけど。それは悪いことをしたな。言って言って。だが団長殿はもう十分に彼女に与えているだろう。何を？私には与えてくれなかったものだ。酔ってんのかマリン。この店の酒を全部飲み干したらな。